レナード・プルークネット。レナード・プルークネットは、イギリスの植物学者である。イングランド女王、メアリー2世に雇われ、ハンプトンコート宮殿の庭園で働き、珍しい植物を集めるのに貢献した。後に、王室植物館に任じられた。1688年に出版された、ジョン・レイの植物誌の第2巻の出版に協力し、1691年から出版を始めた4巻の著書、薬草誌で多くの新種や希少植物を紹介した。アメリカの植物学者、ジョン・バニスターの2700以上の新大陸の植物の図を引用した。リンネによってプルークネットの仕事は高く評価された。プルークネットが没すると、協力者と共に集めた約8000に上る植物標本は、ノリッチの司教に購入された後、1710年にハンス・スローンのものとなり、後にロンドン自然史博物館のコレクションの一部となった。灯台草科のトガの名前、Plukenetiaに献名されている。プラックは植物の学名で命名者を示す場合に、レナード・プルークネットを示すのに使われる。ありがとうございます。